Assalamu alaikum, Ramadan Kareem, Happy Ramadan。 皆さんこんにちは、アンクルシェフです。今日はラマダン初日のイスラマバードの街中のレストランに来てみました。ここは、まあ、有名なアフガニスタン料理屋さんなんですけども、まあ、パキスタンとアフガニスタンほとんど一緒で、すごくローカルにも日本人にも人気のあるお店ですし、日本人のテイストにも合うお店なのかなと思います。まあ、今日はとりあえずうちのスタッフをラマダンをねぎらうために連れてきました。それでは早速食べてみましょう。Assalamu alaikum. Kya hal hai? Ramadan Kareem.で、このように店先で焼いてくれます。ここと串焼きの有名なお店なんですけども、これが名物な感じですね。これがビーフ、ビーフケバブだね。これはマトンカルヒで、これがチキンなんで、パロプラオで、アフガニスタンナン、アフガニスタン焼き鳥ですね。いろいろご飯も、これがアフガニスタンナンです。これが牛肉で、マトンカラヒ。いただきます。どうぞ。Please just start. No, okay. 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 Okay.This is rice sauce, pork and rice, okay. Used with rice. My. If my para, maybe 40 minutes, 45 minutes. Yes. No, okay. Minimum 30 minutes. Yeah.今日はアフガニスタン料理食べてたんですけども、持ってきたのは七味唐辛子と山椒、醤油を持ってきました。これでちょっと日本っぽい味に変化すると思いますので、これで食べてみましょう。まずはこのスタンダードな焼き鳥から。完全に日本の味にはなんないですけど、焼き鳥の味になりますね。で、山椒、まあまあうまいです。牛肉です。なんかさ、チキン also between the lamb the fatYes, yes. Yeah. All kind of chicken they can use. No, no. Yes. Not only breast or not only thigh. ちょっと醤油かけてみましょう。美味しい。でも、チキンも牛も
間にラムの油が挟んであるんで、どうしてもパキスタンのテイストは変わんないんですけども、でも若干和風になるんで、もしここに来られる方はこういう調味料を持ってきたら、なんとなく日本っぽく食べれます。ここにお酒があればいいんですけど、もちろんないの で、特に今日ラマダン初日なんで、私もさすがに持ってきてません。でも本当美味しいです。なうまいな、ね、焼きたてじゃないとうまくねんですよ。ちょっと冷めるとすげえ硬くなって、まあ、肉もそうなんですけど、そうすると咀嚼が多くなってすぐにお腹いっぱいになっちゃうんで、パキスタン料理はあったかいうちにがっつり食べるのがおすすめです。うん、まあね、We are going Pindi one time. I want to make one more time. That this year end of Ramadan. ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。ここはやっぱこう塩味のバーベキューのレストランっていうか、あの牛肉と鶏肉の串焼きのとこなんですけども、なので今回はちょっと日本の調味料を持ってきてどうなるか試してみました。まあ多分持ってきても怒らないとは思うんで、皆さんもトライしてみてください。まあここイスラマバード来た人は絶対ここに1回は来ると思うんですけども、初めてイスラマバード来た人は、まあ、まずここはおすすめなんで、特に辛くもないし日本人に合うレストランなんで、ぜひぜひここに来てください。それじゃあごちそうさまでした。でここはタンドリーチェイって、こうやってタンドリー窯でこの器を焼いてチャイを作ります。なんか 石焼きチャイみたいな感じですね。でこの飲み終わった器はもらえます。ああこうやってね、まあ、激アツですよって感じですね。熱い。この素焼きのコップで飲むのがここの名物ですね。タンドリーチャイってやつですね。オーケー。アスラムアレイコム。アレイコムアスラム。ラマダンカリーム。はい、シュクリア。まあちょっと今日はラマダン初日なんであんまり人がいないですね。もっと人がいるかと思ったんだけど、やっぱ初日は家族で過ごすのかもしれないですね。はい、来ました。はい、どうぞ飲んでください。はい、この子はお金が欲しくて寄ってきました。決してお金もらったらありがとうは言わないです。いただきます。美味しい。なんか
何なんだろうな、普通のチャイとこのタンドリーチャイの違いはやっぱこう焼けた匂いが、香ばしい匂いがするっていうのは熱いな熱いですあちあち、まあ長時間は料理人の私でも持ってらんないぐらいな暑さです。はい、それじゃあラマダン初日のイスラマバードのアフガニスタン料理の動画でした。まあ、こんな風に生バンドがこういう街中でやっていてとっても楽しいです。またありがとうございました。